こんにちは、こんばんは、ゆうさんです。今日はですね、まあ、久しぶりにまあ、アイテムキャンプギアを買いまして、そちらのご紹介をしたいなというふうに思っております。で、今回何買ったかと言いますと、まあ、こちら置いてるものではございません。これはね、前からずっと持ってて気に入ってるエアボーンドリビングのエディソンランタンと、まあ、これは最近ちょっとこう趣味で育て始めた多肉植物ですね。ちょっと寂しかったんで、ちょっと置いてるだけなんですけども、以前からこうずっとアグラチェア欲しいなと思ってたんですね。ロゴスさんから出てる、まあ、かなりロースタイルで座れるチェアが発売されてたんですけども、ただね、それの、まあ、色があまし好きじゃなかったんですよね。その、なんだろう、こう健康で出ていたのがこうストライプ、ちょっと派手なタイプの色のものだって、まあ、自分のこうキャンプサイトにはあんまし合わないかなっていうところで、ね、ずっと断念してたんですけども、今回こうたまたま SNS 見てたら、ロゴスさんからカーキ色のアグラチェアが出るというところで、マジでと思って、いや、これは欲しいなみたいな思ったんですけども、よくよく見ていくとこうスヌーピーとのコラボでカーキ一色ですげえいいなと思ったんだけど、スヌーピーか、いや、可愛くていいと思うんですよ。すごい女子受けすると思う。女子キャンパーから人気が出るんではないでしょうかっていうようなアイテムなんですけども、ただやっぱこう自分の、ね、テントサイトには合わないかなみたいな、こうロースタイルで使うときはやはりこう、なんて言いますか、こう群膜みたいな、僕がよく使うのは天幕さんの円幕デラックスですね、をよく使うんですけども、まあ、それにはちょっと、ね、スヌーピーは合わないかなっていうところで、いや、これはダメだなと残念だなと思って、まあ、ちょっとスルーしようかなと思ってたんですけども、なんかね、こうなんかこうふと思い立った時に、もし携帯でビビって調べてて、あれみたいな、カーキ色スヌーピーじゃないの売ってるぞみたいな、もし見つけまして、これだったらちょっと欲しいなっていうふうに思って、で、なんかこうピーって見てて、でしかもね、それはなんかこうハイバック、普通のアグラチェアよりこう背もたれが少し長いタイプみたいな風に書いてあって、これいいじゃんみたいな風に思って、でね、こう調べてたら、気がついたら、ね、こう今座ってるんですよね。これなかなかいい座り心地ですね。これはでも、もう一種の病気ですかね。気がついたら家に届くっていう、こうなんか魔法みたいなの来ちゃうんですよね。病気じゃないよね、これは魔法だな。勝手に届いてしまうっていう風に。でもいつも驚くんですけども、まあこれもね、病としても出てるんですね。もうポチポチ病って、これ多分私だけじゃないと思うんですよ。キャンプしてる人の中にはこれもうポチポチ病の人多分たくさんいると思うんですけども、まあ、それと一緒で、気がつけば今私座ってるんですよ、これ。本当にやっぱね、このスタイル、ロースタイルで使うには最高ですね、このなんか高さ。これ本当僕が作ったテーブルなんですけど、まあ、キャンプではあんま使ったことないんだけど、まあキャンプ行った時も使うローテーブルって大体これぐらいの高さじゃないですか。でも本当こう料理もしやすいし、でこう大体こう自分の上ぐらいにね、煙幕とか張ってたらタープがてら上立ててるんで、まあ、本当これ座ってても絶対頭当たらないし、いやもう最高にいいじゃんみたいな。で、普段椅子はねヘリノックス使ってるんですけども、やっぱあれだとどうしてもね、こう頭当たったりしてちょっと気になるんですよね。でこれだともう全然ならない。かといって、まあ、地べたスタイルで、ね、でもずっと地べた座ってっていうのもね、よくやってたんですけども、やっぱしこの背もたれがあるのは最高ですね。超くつろげる。しかもハイバックだから結構こう頭グラーンってできちゃうんですよ。頭の方まで深くこう腰掛けても頭まで支えられるんで、ここでちょっとこう昼寝みたいなのもできるし、で、まあ、こう全然前鏡になって料理もできるし、でこういう風に、ね、クーラーボックスとかもこう下に大体置いてるじゃないですか。そういう時はこうもうすぐこう中から何でも取り出せるし、これこの高さはいいですね。いや、想像以上にこれ良くて、まあ気がついたらやってきたんですけどもね、やってきてくれて良かったなみたいな風に思っております。ね、本当想像以上に、しかもね、ここもちょっと色なんかね、マジ
巻いてあるんですけども、普通のやつ巻いてないんじゃないかな、ここ。グリップのところで。グリップじゃないね、こう。非常機。なんとかな。で、色もね、これ、ほんと、カーキで悪くないんですよ。ちょっとね、見ていきましょうか。はい、ということで、今日、家の中なんですけども、キャンプね、まだね、なかなかちょっと遠く行けそうにないので、急遽家の中で撮ってるんですけども、まあ、こんな感じの色合いですね。こう電色、まあ、2色分かれてて、まあ、カーキとちょっとブラウンかな、まあ差し色みたいな感じでシックな感じで全然 OK かなと思ってますね。まあ、本来なんかその初め見てたスヌーピーのやつは全部カーキでこれいいなと思ったんだけど、いやこれを届いてみてみたら、まあ、悪くないよねっていうところなんですよね。で、あの言ってた通りちょっと上が高くなっております。でちょっとね実際にじっくり見ていきましょう。で言ってた手の部分ですね。ここなんかねこう巻いてあるんですよね。巻いてある、まあ取っても普通のただのクッションなんで、まあこれはどっちでもいいんですけども、巻いてあることによってなんかこう色合いが統一感が出てね、おしゃれというか悪くないなっていう感じですね。でやはりね本当にこう背が高いのはねいいですね。でこういう感じですね。座ると首をこう後ろに預けれるというか、頭を後ろに預けれるって感じですね。これでダラーンとすることも可能です。あと何がいいかっていうと、本当にもうアグラチアっていうだけあってね、こうやって足をアグラにして後ろに持たれて座っても全然楽なので、もう絶妙な高さなんですよね。このここの高さが絶妙ですね。座り心地がマジでいい。本当に今のところ最高ですよね。まああとでねちょっと、まあ、ちょっとしたデメリットはね紹介したいなと思うんですけども、まあ、一旦これのね後ろとか、あの折りたたんだ収納サイズとかをねお見せできればいいなというふうに思います。で背面はこういう感じでポケットがついてて、今ここにこれの袋入れてるんですけども、まあ袋ぐらいしか多分入れないかなもやもやもないと思うんですけど、まあケースこうやってそのまま入れております。本当にねまだ届いてまだないんで、こんなもんつきっぱなしですね。ロゴスライフハイバックアグラチェア、で、まあ、後ろは、まあ、後ろはこんな感じですね。まあそんな見るとこないんですけども、でで、やはりね、こう広いんですよね、この座る場所、ポジション、座れるポジションがすごく広くて、なんでしょう、この横幅が広いというか、座り心地がすごいいいですよっていうのがポイントですね。で今ではちょっと実際にこれ畳んでいきたいと思います。で畳むのはすごく簡単で、ここをこう持ち上げるだけ、持ち上げるだけでも、これで終わりです。こんだけめちゃくちゃ簡単です。でちょっとまあケースにもね入れてみようかなと。ケース入れるとこんな感じですね。で、まあ、普段ねヘリノックス使ってるからサイズ感がすげえでかく感じるんですけども、まあ大体収納した長さが今約90センチってところですかね。なんでね、まあ、車に行くのはね場所取らなくて全然いいんですけど、バイクとかでこうね煙幕持ってキャンプ行くぞって時にはちょっと持っていくのがね邪魔になっちゃうかなと思うんですけども、ちょっと今からあのヘリノックスとね比べてみたいなと思います。ね、こちらが普段愛用しているヘリノックスの、ビーチチェアですね。ヘリノックスの方ねビーチチェアと並べてみますと、あサイズ感はねもう一目瞭然と言いますか、倍3倍ぐらい言い過ぎかな、これがだいたいまあ、30、まあ、多めに見て40センチなんで、まあ、約2倍ちょっとぐらいのサイズ感の差があるので、やはりこう持ち運びの点考えたらね断然ヘリノックスなんですけども、まあ、自分の
使うね、スタイル、その時によっては全然ありかなというふうに思ってます。まあ、そもそも車で行く場合はね、全然サイズ感気にならないんで、めっちゃいいかなというふうに思っております。でね、何よりもね、これあのレイノックスは組み立てるのちょっとだけ時間かかるんですけども、これ広げたら終わり、これで出来上がりなので、まあそういう面でもね、断然アグラチアもありなんじゃないかなというふうに思っております。はい、でね、まあ、あのこのアグラチアのなんだ、いや、めっちゃいいとこしか言ってないと思うんですけども、まあ、こう唯一こう欠点といいますか、まあ、ここだけ気になったなっていうのは、座り心地はすごい、アグラもかけるめっちゃいいなと思ってたんですけども、唯一欠点がね、ここにね、この骨組みがあるんですよ、骨組みが、ここに。ここがね、ちょうど、まあ、僕の場合だけなのかもしれないですけども、こう、座る位置とか、あとこのね、あぐらの描く幅によって、ここのね、なんだろう、つなぎ部分なのかな。これがね、ちょっと角がすごい当たって気になるなっていうのがありますね。これを抜けばもうね、最高、座り心地もめっちゃいい。で、本当気になるのはここのフレームがちょっと当たるかなってところだけですね。座り方によってはね、全然気にならない、こういう風に座れば気にならないし、あのこういう感じでね、片方の足立てたりとか足伸ばしたりとかしてたら全然気にならないんですけども、アグラチェアっていうだけあってね、アグラ描きたいじゃないですか。もうアグラ描いた時にここめっちゃ当たるやんっていうのがちょっとね、気になるポイントでしたね。なんかね、店舗とかで座った時はそんな風に思わなかったんだけど、まあ、一瞬しか座らなかったし気づかなかったのかなって思うんですけども、ほんとここだけ、これが改良されればマジで最高だなって。多分ここのね、フレームのつなぎがあるんですよ、こうクロスしてるこの足のね、支えになってるここで、ここをつないでるフレームがここにあるんですけどもね、つなぎ合わせの目がね、これがもうちょっと下だったら気にならないと思う。なんでロボスさん、もしもこれ改良できるならぜひ改良してください。俺これ今回これ買っちゃったけど、改良されたらそっちが欲しいなって思いますね。ほんとここだけ気になるのは、もうそれ以外はもうね、色もね、これほんと煙幕にも合うし、高さもちょうどいい、もうこれめっちゃ料理もしやすそうじゃん、これ。なんですごく気にはいっております。なんでね、もう早くね、こう実践キャンプ投入して使って楽しみたいなというふうに思っております。でめっちゃ多分のんびりできると思う、これがあるおかげで。煙幕使う時はもうね、最高にのんびりできると思う。これから寒くなってきたらね、煙幕でこう豊臣レインボーのストーブとか入れたらもうポッカポカなんで、もう隣にストーブ置いてこれ座ってもうお酒飲むって多分、ね、最高ですね。はい、ということでね、今回はもうこのロボスのハイバックアグラチアですね、あの突然やってきたというところで、まあ、軽く紹介させていただいたんですけども、まあ、よかったらね、これ興味あったなって方は、まあ、参考にしていただいてご購入いただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。もうハイバックじゃないのもね、座ったことあるんですけども、断然ハイバックの方がおすすめですね。まあ、色合いはね、限られるかもしれないですけども、これは本当にいいと思います。で、あとカーキのスヌーピー、あれはね、めちゃめちゃ可愛い。結構個人的にスヌーピーは好きなんでありだなと思うんですけども、まあ、ただ僕のキャンプスタイルにはちょっとそぐわないなっていうところで断念したんですけども、まあ、僕は今回このハイバックの方買ってよかったかなっていうふうに思っております。で、早く次キャンプ俺いつ行けんだろう、まあ、とりあえずね、早くキャンプ行きたいなというふうに思っております。まあ、キャンプ行く際にはね、これ持ってってまた動画にしたいなというふうに思っておりますので、またよかったらね、次回の動画もご覧いただければありがたいなと思います。はい、ということでね、本日はこの辺で動画を終わりたいと思います。本日もね、長らくご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。
しい運び方や。まあ、大体カバン入れてるけどな。